はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3、今回はピラミッドの黄金の爪を回収するところからやっていきたいと思います。魔法の鍵は手に入れたんで命からがな。黄金の爪、確かこっちだったっけ。そういえばだけど階段があるよね。黄金の爪ってなんか全然、そういえば情報くれる人がいないけど、誰か情報くれる人いたのかな。なんかあるよ、めっちゃ光ってんだけど。ブーメラン、ブーメランだからね。とにかく全体攻撃したい。え、あ、ここ呪文かき消されるわ。え、もしかしてさ、ホイミも使えないとかある？そうするとブーメラン、ブーメランはだいぶ役に立つよね。階段めっちゃ簡単に見つかったな。めっちゃ光ってたかんな。あ、で魔法の鍵がないと入れないのか、そもそも。なるほどね、怪しい影。これはちょっと賢者、うわやばい、完全に防御だな賢者は。やっぱ基礎火力が高いから、いや無理だって、学習はしないんだ、使えないよっていうの。ということは何個ある薬草。まあちょっと多くはないけど、ここを乗り切るくらいだったら大丈夫かな。で作戦で、作戦外の賢者を俺に任せろにするとどうなる。棺の蓋、黄金の爪で、モンスターがどれだけ出るかだよな。不気味な声が聞こえる。災いあれ、一歩ずつ敵が出んな。じゃあスクルトとか、いやマジか、そういう感じ、俺に任せろみたいなのは。攻撃力高っ。ちょっと待ってね、火薬草で勇者でしょ。で作戦替えの賢者はちょっと命令させるのしよう。一歩ずつくらいで出る防御、甘い、やべ、これ勇者眠るときマジできついかな。盗賊は3か、賢者防御して7、まあ悪くはない。普通のブーメラン超強えな、やっぱ豪傑強いわ、攻撃力高い。やばい、持ち帰れないかもしんない。薬草カット1個しかない、回復ができないかんな。ちょっと動くだけ敵が出るかんね。でノーダメで切り抜けることはマジで無理だから、これいけそうだな。でもあー無理だな、盗賊に集中してくれれば全然いいんだけどな。勇者、僧侶、賢者がやっぱどうしても10以上のダメージ食らうから、それがきつい。これはいけるか、よし、ノーダメ。勇者がね、攻撃早ければいいんだけど、やっぱ豪傑だけあって攻撃が遅い。しまった、賢者を攻撃してしまった。あ、呪文かき消されてんじゃん、ざまあみろ。モンスターもまたしかりか、まあめっちゃ金ためにはなってるけどね。お、これはいけるっていうのをこうまた繰り返していかなきゃいけない。僧侶落ちた、勇者も落ちるぞこれ。うわ落ちた、盗賊だけでなんとかするしかない。ギャッ、うぜえ。もう魔法使いが何の役にも立たないかな。クソッとした杖し、身を守っている。なんとか倒したけどさ、448、めちゃくちゃ経験値もらえんな、一人だから。まあレベル上がったし、12上がったし、素早さ6上がったし、出口はちょっと近いっちゃ近いけど、このマミーの攻撃力は高っけんだよなやっぱり。5、まあ盗賊はねこんなもんなんだけど、
けるかこれ。盗賊の防御力、いや6食らうのはでかいな。3でいくつもらえる。300。これここをメラとか、いや魔法、あそうか魔法無理か。怪しい影はあれなんだよね、敵が誰だか分かんないっていう。怪しい影っていうモンスターがいるわけじゃなくて、誰かが影になってるっていう。ランダムかちょっと分かんないけど、ここ抜ければ大丈夫っていうのであれば全然希望はあるんだけど、ここ抜けた後も敵が出るってなるとかなりきつい。こいつだったらなんとか、なんか薬草もっと持ってくればよかったな。ちょっと甘く見てたわ。こここれで終わりでしょ。今日終わんねえし。290どう、いつなんか次出てくんな。変えれんぞこれは。マミ一番最後にいいのかよ。あ、5はきつい。2人倒してほしい。無理か。怪しい影はなんとかなったけど、いやーもうこのターン倒せなかったら、あーもう腐った死体無理だ。強えもんこいつ。ヒットポイントが高いからな。4死んだ。死んでしまうとかわいそう。癒してくれ。でもまあまあまあ、あ、ちょっと待って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 。もうとにかく B 押しまくってる。 B っていうか×。蘇らせるだけの金はあるよね。で黄金の爪どうなったこれ。いや持ち帰れてねえか。なさそうだな。いや黄金の爪ないな。また後で来るか。じゃあルーラでちょっと一回ロマリアに行って、薬草大量に持ち込めば全然大丈夫だし、まあレベルが上がればねダメージ食らなくなるし、また後で来ましょう。ここ境界だよね。まあレベルがちょっと上がったというだけでもよしとしますか。まあ、金は多分マイナスになってる。死んで半額になってるからね。でさらにここで金を使うっていう。蘇らせる用の金もやっぱ預けとくべきだな。本当に魔法使い系2人がちょっと戦力外だったからな。特に魔法使い。よし、では気を取り直してポルトガへ行きますか。金が一気になくなったけどな。2000円だったらなんかもう装備品1個買って多分終わるからな。三河市の服もちょっとまだ買ってないしね。もう防御防御でいいや。こいつら雑魚だからな。ブーメランでどうとでもなる。勇者の素早さがないから意外に防御力低いんだよね。扉を開けばポルトが魔法の鍵を持ってるならいけますと。で下は最後の鍵がないと無理か。こういうところ盗賊の花、宝はない。 OK、 めちゃくちゃ役立つな盗賊の花。キャタピラ魔法使い、もう全然だな。まだポルトが周囲の敵だから。ブーメランで43当たるってめちゃ強えな普通に。あれここら辺は変わらない。もうブーメランが多分一番早いよ敵倒すの。ここら辺の雑魚だったら盗賊はね、やっぱ先手取れるのはいいよね。素早さめちゃくちゃ重要だなこのゲーム。あーめんどくさそう。ちょっとどうする。一応ねバギー覚えてんだよね。ボイミスライムとさまよう鎧のこのペアは
いやもう最後の方全然ダメだ。ギラ効くか、効くな、効かねえな。強っ、ブーメランマジ強え。まあだから特化させるのもいいっちゃいいんだけどね。どこにいる俺、いた、ポルトが。何もない、これ何屋さん、あ、宿屋さんか、一回寝とこう。で死ぬまで一度胡椒、あ、胡椒めちゃくちゃ貴重なんだよね。なんか、あ、怒ってるわ、やっぱりな、なんかこういうのありそうだったんだよな。で、鋼の鞭がある、めちゃくちゃ攻撃力上がんな。グループか、まあ、勇者に刃のブーメラン持たせて鋼の鞭は盗賊にするかな。めちゃくちゃ防御力高いもんね盗賊。道具屋、なるほど、ちょっと一回いろんなところ見よう。船が欲しい、王様に会いなされって、いきなりは来んないからね。盗賊の花、宝はない。サブリナ、恋人のことを思っています。夜になれば夜が怖い。あ、私はカルロス、一個この中に入っていくか。じゃあ力の種、これでだから盗賊の火力が上がればもう最強だよね。やっぱ盗賊強いよな、そう考えると。胡椒が大好き、東の国では安く手に入る、それを求めて危険な旅をする。これ開けられる、ちょっと待ってね、盗賊の花使おう。あ、宝はない。ポルトガチョ、うおー、めっちゃバリアに囲まれて、でも取れるよねあれ、真実を語るもの、急がば回れ。どうでもいい、多くの者が東を目指し、そして死んだ。東の国では黒胡椒が多く取れる、東方で見聞したことをわしに報告せよ。胡椒を持ち帰った時、勇者と認め船を与える、ノルドに見せれば導いてくれる。行け、盗賊よとか言ってないいのか王様それで盗賊に任せんのか。記録しよう、むしろ黄金の爪を持ち帰ってきた方が勇者だろう、まあ、どっちにしろ墓嵐だけどさ。ここ何個かな、3つだけだったら、ああ、あれだけだな、もらってくか。盗賊だし、盗賊という名目、もう何でも許される、職業を変えられる神殿がある。厳重な扉に守られてるじゃないか。東の国に行ってみたい、私は怖い、野蛮人しか住んでない、偏見だな。これいくつ当たんの、112、魔封じの杖。なんでこんないいものを手に入れた的な音楽が出るの。98 84 15、スタミナの種、怒りのタトゥー、おー死ぬ宿屋で寝た意味がね、このまま宿屋に泊まるのはこれが早い。あれ下もあるじゃん、恋人たちの語らいの場所、愛し合う2人がよく来ていた、今どこに。どうしてんだ、また夜か。ちょっとチェーンクロスじゃなくて鋼の鞭だっけ。3100円、多分売れば1000円くらいなんとかなりそうなんだよな。まず革の鎧はどう考えてもいらないでしょ。チェーンクロスも750で売れるし。王の手紙か、なんか売れるかと思ったら売れなかったわ、そりゃ売れねえわ。魔封じの杖も別になるし、怒りの盾もいらないんだよ。黄金の手やってめっちゃ高く売れるんだけど。まあじゃあちょっとコンボを打って、ブローンズ打って、旅人の服もいらないでしょ。旅人の服意外にね敵を落とすからね、何個持ってんだよね。革の盾、あ、やっぱ1個ずつしか売れねえわ。
よし、じゃあちょっと金策はできたので、とりあえず鋼の武士を買って、これはもう盗賊だね。で、刃のブーメランは勇者に持たせる。あー、でもそっか、盗賊先手取れんのか。まあいいや、ちょっとやっぱり火力がだいぶ違うからな。でブーメランってちなみに、あー、全然そう、賢者魔法使い装備できるんでいらないけどね。ちょっとさすがにそれは無理だわ。オッケー。ではアッサラーム飛んでこっちに行って、扉を開けて、あ、井戸がある。こいつの生命線か、井戸。盗賊の花、あー、1個あるわ。どこだ、どこだ、マジでわからん。え、どこ、あった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 。命の木の実か。まあまあまあいいでしょう。ドーピング剤は重要だからな。ちなみにここある、2つある、2つだけか。さ、出て行きなされ。まあ宝箱だけ回収させていただくぞ。稽古着、コンボ、こいつの装備か。では王の手紙を読みますか。親愛なるノルド、バーンの抜け道へ案内してやってください。ふむ、なんかさ、そんな読んだだけだよ、直筆とかじゃないんだよ、見たわけじゃないんだからさ、そんなの信じるのかよ。ボルトガ王からですって言えばもう誰でもやってくれんじゃん。じゃあどういう抜け道だよこれ。バーンの抜け道の入り口じゃん。特に礼は言わん、そのまま進むぞ。まあ、ここは敵は出てこないからね。軽攻撃とコンボを奪われてさ、まあいいでしょう。新しい地へ行こう。ヒートギズモレベル13とかだけど、どうなの、全然倒せるは倒せんな。強っ。でもピラミッド行くんだったらブーメランの方がいいか。あそこはもう敵全体にやった方がいいからな。魔封じの杖はどうせ魔法トーンでしょう、まあ、使わないけどね。でももう作戦変えよう。全員ガンガン、うん、まあまあまあ、やっぱ火力は強いな、鋼の鞭は。お城が見える。あの、こうなった時に全体があると良さそうだね。キラッと前に来るのがやべえ。うわ、死ぬ。ギラ返し効くの、そもそも。あ、あっちか。ヒート水、あ、ケツ死んだわこれ。いや、やべえ、かわすんかい。しかもやっぱ勇者遅いな。レベルアップ、賢者の経験値が多分ちょっと遅れてんな。これ10、ベホイミ覚えた。ようやくベホイミか。ちょっとここで頑張るしかない。まあ火力はそうでも悪くないっちゃ悪くないからね。なんか知んないけど謎の武器手に入れたからバギーになってる。あそこまで行けば、あれ、教会はどの町にも多分あるよね。ジャッカル来た。で、カンダタがなんか倒せる気がしないんだよね。結構敵の出現率高えな。ギラー、バギー、
5000。弱っ。バギーはね、乱数がすごいんだよね。めちゃくちゃダメージがブレるから。よし、ちょっとバハラタカ、ここ、お、早速教会がある、蘇らせてくれ。生き返らせんのに100何円とか。まあ教会だからそんなにお金儲けに走ってるわけじゃないけど、それでも100円で蘇らせられるかな。で、盗賊の花、あ、宝ない。もう調べなくていいな。南の店で売っている武器と防具の店、モーニングスター。でももうモーニングスターいらん。オーバーサミとか戦士しか装備できないから、履力、あー、つえーなー。これマジックパー使うんだよね、履力が。鋼、あ、魔法の盾がある。これなんか言ってくれる、あ、なんか言ってくれねーな。魔法の盾の効果ダメージ下げてくれるよみたいな。なんかルビーの腕がむちゃくちゃ高く売れるんだよね。胡椒買いに来た。娘がさらわれた。商売をしてくれない。まあそれどころじゃないよね。あさっとくか、旅人の服。みんなやっぱり旅人の服で冒険をするのか。タニア、いや、ちいけねえし。まあ聞いてくだされ。タニアがさらわれた。タニアのグプタ恋人、結婚させようと思った。僕が行きます。見ず知らずの旅の人に頼むなんて、まあ確かにね。そりゃそうなるよ。この二人は何なの。身を清めている。こいつらは幸せだな。飲み水になるなく魔除けの力を持ってる。ああ、聖水と同じ効果なのかな。このばあちゃん何。全てを滅ぼすの魔王。これなんだ。めっちゃ預言者っぽいこと言ってるけど、人さらいたちが住んでいる。あ、そっか、特にもう何もないって言ってたからね、このマップには。まあ、ここはまた別なんだろうな。1個あるね。天守閣からダーマ神殿がある。遊び人じゃなくて賢者になりたい。まあ、先へ行くと敵も強くなるから、その分経験値も高いんだけどな。どうしようかな。これで一旦寝て、ダーマ神殿周辺でレベルを上げるか。あそこら辺って確かメタルスライム出たよね。ブーメランとかってちょっとあんま効かなそうだけど、ちょ、先へ進むだけ。ダーマ神殿行くだけ行こう。キラーエイプとか強い敵が出てきたと思うけど、賢者とかワンパンされそう。さすがに40とかは食らわないか。でも2パンだよな。レベル13、転職するのにそもそもレベル20してるはず。マジックパンマジであかんねえな。ダーマをああ、ここら辺の敵か。もう次のレベルになってんな、敵が。いいよ。アントベア、逃げてった。ダーマをブックマークだけしておこう。船がないとそもそも先進めないからね。キラーエイプ出た。メダバニー混乱した。最悪。うわ、強っ。火力高っ。で、一応ちょっとダーマ神殿来て、で、後ろでまあ転職できますよみたいな感じなんだけど、転職をご希望か。盗賊、一人前になってない。未熟者の分際で職を変えて何事かとか。普通に怒られた。あ、宝1個あんな。魔法使いが戦士になれば魔法も使える戦士。一度に転職させるのは1人か2人。回復呪文を唱える仲間が2人いるのは心強い。まあ気持ちはわかるけどね。やっぱちょっとまだね、転職システムが始まったばっかりだから、
上級職とかあるとね、やっぱ楽しいよね。あそこのばあちゃんなんだ。てか宝どこにあるんだ。逆側かな。まあ一応あのばあちゃんに一回話して、命名神、あーなるほど、いいね。名前変えられるのはなんかありがたい。え、名前変えられるんだったら今魔法使い、ちょっと魔法使いにしよう。賢者にしちゃったけどさ、賢者、お前賢者から魔法使い、魔法にしよう。魔法ルート、賢者になった時にちゃんと賢者にしてやる。今までエセ賢者を名乗ってたかんな。賢者でもないのに賢者を名乗っていた。それが元に戻った、それだけのこと。でアイテムはどこだ、この先のとことかに。ねえし、キランキラーンってなる魔法はないよね。回想シートしかないかんな。え、ちょっとここら辺だけ少し探して、なければ一旦諦めよう。分からん、2階へ行くか。ジパング黄金の国、まあ別に黄金があるわけではないけど、宝はない、まあ一回宝あさりするのも必要だよね。というわけでとりあえずダーマ周辺で1回レベルを上げて勇者15にして、ちょっと人さらいの洞窟へ向かいますか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。